こんにちは。なぜ私は私なのか、なぜ今ここにいるのか、私は本当に私なのか、私は他の誰でもない私である。幼い頃にこのような疑問や違和感を抱いた人は少なくないのではないでしょうか。今回はそのようなことに関連して、自我体験、エゴエクスペリエンス、I am me experience とは何かということについてお話ししたいと思います。自我体験とは、幼少期、児童期、青年期に起こる自我の構造的変化の突然意識化で、それまでの自己の自明性への疑問や違和感が生じたり、自我を突如その孤立性と極限性において体験したりすることです。何か理解しがたいことが生じている、またその体験が普通ではないという独特の感情を伴い、言語化が困難なイメージで体験されることが多いようです。日本では臨床心理学者の西村末雄氏が、自分が自分であるという内なる自己との出会い、一種の啓示的体験、急激な自我体験は客観的な態度を取り得る姿勢的な強い自我を持った人によって体験されるものであるといい、天谷祐子氏も自我体験について哲学の分野において、永井仁志氏が言う世界に対して開かれている唯一の原点としての私について、なぜという問いや感覚的違和感を持ち始める体験と定義しています。続いて、自我体験の具体例と構造についてです。発達心理学者のシャーロッテ・ミューラーは、青年期における自我の発見の現れを指すことして心理学に導入し、ドイツ語の言語では Ich Erlebnis、 私の体験と命名しています。自我体験の例として、シャーロッテ・ビューラーとエデュアルト・シュプランガーがその典型例として考察しているルドルフ・フォン・デリウスの事例があり、ルドルフ・フォン・デリウスの体験は次の通りです。私は起き上がり、振り向いて膝をついたまま外の木々の葉をじっと見た。この瞬間に私は自我を体験した。すべてが私から離れ、私は突然孤独になったような感じがした。妙な浮かんでいるような感じであった。そして同時に、自分自身に対する不思議な問い、お前はルディ・デリウスか、お前はお前の友達がそう呼んでいるのと同じ人間か、学校で一定の名前を持ち一定の評価を受けてるその同じ人間なのか、お前は同一人物か、私の中の第二の私がここまで全く客観的に名称として働くこの別の私に向かい合った。それは今まで無意識的にそれと一体をなして生きてきた私の周囲の世界からほとんど肉体的な分離のごときものであった。私は突然自分を個体として取り出されたものとして感じた。私はその時、何か永遠に意味深いことが私の内部に起こったのをぼんやり予感した。それゆえその部屋、ベッドにひざまずいたこと、振り向いたこと、この瞬間がやはり鮮明に記憶に残った。何か精神的閃光が突然私の中に差し込んだようだった。今のをたびたび繰り返されるこの体験からの結論は、血縁関係を持った古い自然、父という概念、兄弟という概念が突然何の意味も持たなくなってしまった。そして、強く縛り付ける力を持った故郷も離れ落ちた。それは剥ぎ取られた皮膚のように下に横たわった。自我は自由となり、解放され、漂い、自分自身の中に憩い、そしてそれゆえ無責任で、独自で、価値があり、世界にとって到達しがたく、破壊しがたいものとなった。自我体験は第二の誕生のごときものである。自我体験とは、自分が世界の中にどのように位置づけられているかの確認であるといえ、自分が周囲と隔絶している、異人称タイプの自我体験、
自然の中に自分を発見する自然の中の自我体験、人間関係や仕事の中での自我体験があると言えます。天谷裕子氏は自我体験の解側面として、存在への問い、起源、場所への問い、存在への感覚的違和感を挙げており、存在への問いが他二つの解側面よりやや多く見られることを報告しています。続いて、自我体験の発生に関する調査についてです。高石京子氏は1989年に自我体験尺度の作成を試み、大規模な調査を行っており、渡辺恒夫氏も1992年に234人の大学生を対象に調査を試み、5人に1人の割合で自我体験に相当する報告を得ています。そして最初の自我体験は10歳頃に多く生じるといい、ビューラーが定義していたものとは異なり、漠然とした空想傾向であるものもありますが、幼少期や児童期に遡れる事例もあります。また天井裕子氏による中学生対象の調査では 65% と効率なのが注目され、自我体験は児童期にかけて初発年齢のピークがあり、約半数が体験するものと考えられていますが、青年期に入るにつれ体験の記憶が薄れ、大学生では早期率が 10-30% 程度に低下するとも考えられます。渡辺恒夫氏は自我体験のきっかけとして、漠然たる感想や感傷、死の思い、生まれ違い願望、孤立やいじめなど人間関係の葛藤、母の龍さんの事実を知ったり、双子だったりという得意な事実、受精や誕生について習う、テレビで外国の情勢を見ていて、といった視野の拡大の7つを挙げています。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。